あ、どうもこんにちは。フランスグランプリといえばポール・リカールというやつをさ、よろしくお願いします。はい、お願いします。あ、他になんかあったっけ？いや、もうだからおっさんじゃないですか。いや、だからそこはうん、今やってるのポール・リカールじゃん、いや全然おっさんじゃないじゃんって。だから、うん、ポール・リカール2018年からやってるフランスグランプリっていうのはポール・リカールでしょっていう人は若い人なんですよ。あ、はいはい、超若い人か、うん、それよりももう全然前の90年代以前の記憶しかない人はポール・リカールなんですよ、うん、フランスグランプリ。あれポール・リカールがカラフルなとこ、カラフルなところ、カラフルね、うん、で僕らの91年から見てる人の感覚としてはフランスグランプリイコールマニクール、マニクールね、2008年までマニクールでやってた、うんうん、マニクールって響きは聞いたことある。そうだから、フランスグランプリイコールマニクールって人は若者、フランスグランプリイコールポール・リカールの人はおっさん、フランスグランプリもっと前のクレルモン・フェランとか言っちゃう人おじいさん。あ、それは分かんない。一応71年からはポール・リカールで、まあ、ポール・リカールとディジョンこう交互にやってる感じですね。で91年から2008年まではマニクールでやってるんで、まあ、その後ずっとなくて、で2018年に復活してポール・リカールと。なるほど。いうことで、まあ、僕的にもポール・リカールって若い時にはリアルタイムで見た覚えないんですよ。ああ、なるほどね、うん、なんかプロストの上にこうレイトンハウスのグージェルミンが乗っかってジャンプしてるみたいな、裏返ってジャンプしてるみたいなのは映像はよく見たことあるけど、 あれ90年ですよね。はいはいはい、まあ、フラットな、すごいフラットなサーキットで、うんうん、そこだけ異常にニューウェイ先生のレイトンハウスが速かったみたいな、ね、あ、はい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 、そのまあフラットな特性というのは今もポール・リカール健在なわけですけど、うん、そんなフランスグランプリですよ。ちょっとね、フランスは今世界中の中で一番、うん、コロナの感染者数が多いっていうか割合が高いらしくて、ちょっと行くの怖いっていうか、あの河合先輩にも随分脅かされたんですけど、うん、まあ高いけど別にフランス国の人たちはもう別にそれでいいっていう、そうそうそう、うん、いやだから余計怖いじゃないですか。まあまあね、みんな誰も防御はしてないんですからね、こっちはだから防御しなきゃいけない、ね、確かにね、フランスの人たちは別にいいけど、うん、僕は良くないんで、うんうんうん、そりゃそうだね、もらっちゃったらもう次行けなくなっちゃう、うん、それは恐ろしいですけどね、うん、まあまあ、まあ多分頑張ればね大丈夫だと思う今まで通り、まあ、それは今までも一緒ですから、はい、ちゃんと感染対策するとこはするというところで、うんね、まあ南仏なんで天気もいいですし、うん、暑いですし、うん、まあでもカラッとしてますからね。ああそういうことね、まあ、ちょっとこのイギリス、オーストリアは、まあ、雨をもちょっと絡んだりとかして、うん、あまりねいい感じじゃなかったし、まあ、カナダも雨降ったりしてましたけど、うん、おそらくポール・リカールは雨そんな降らないと思うんで、うん、まあ、いい天気で、でハンガリーも多分暑いでしょうし、この2連戦は暑いレースになるんじゃないかなと思いますけどね。パリは南仏じゃないの？パリどこだと思ってるんですか？フランスどういう形になっちゃったんですか？あれよくあれ南仏よく聞くじゃん、なんかフランスは全部南仏なんですか、うん、じゃあ北仏どこ行っちゃったんですか？あ、パリに対して南だ北があるってことか。いやいや、そういうことでもないですね、パリはだいぶ北の方ですからね。あだってロンドンまで電車で行けるぐらいですから。行ける、うん、南仏は本当にその地中海沿いのところだけですね。はい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 、ポール・リカールはマルセイユっていう、まあ、軍港にかなり近いところなんですけど、まあ、それ以外にもモナコに近いニースとかね、はいはい、まあ、イタリアの方行くとそうなりますし、あ、なるほどね、まあ、全然北と南では違いますね。日本海と一緒です。日本海側と太平洋側で全然違うんですよ。日本も同じ日本でもそれぐらい、まあ、だいぶ気候も違うし、まあ、カラッとしてるっていう感じで、南はね。なるほど、まあ、要するにイタリアとかスペインとかと同じですよ、感覚としては。感覚としては、まあ、人柄もみんななんかそんな感じだから、うん、明るいというかおおらかというか、はいはいはい、まあ、ガスリーとか見てれば分かるじゃないですか。ああ確かに、まあ、ガスリー別に南仏の人じゃないんですけどね、彼はね、まあ、でも割とそれっぽいラテン系のノリっていうね、うん、ありますよね。まあ、フランスだからって全員が朝からまんまでカチャ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 やってるわけじゃないですか。逆にそれやってる人超ごく一部だと思うんですけど、それ多分日本人ってちょんまげって刀刺してるんだよねっていうぐらいのレベルだと思いますよ。フランスイコール美食の国っていうのはだいぶ間違いですからね。あ、意外に質素なんだよね、現地の人たちってね。すごく、うん、普通の金で食べられるものは割とかなりしょぼいっていうか、うん、っていうぐらい。まあ、もちろんパン美味しいですけどね、うん、普通に1ユーロ2ユーロで買えるパン美味しいけど、うんうん、でもこれ晩ご飯はちょっときついよねみたいな。でもなんかパンとワインでいいんだみたいな。そうそう、あとチーズさえあればみたいな、ね、でも普通にだからレストラン行って一皿のやつ食べるとなんか20ユーロぐらいして、で美味しくもないし、みたいな。あ、そうそう、朝ごはんとかも高いんだよね。喫茶店すごい高い、カフェ行くとね、うん、っていう感じですかね。だからあんまり正直行きたくない。行きたくない。美食っていう感じはないんですよね。あ、そうなんだ。
それは南フランスはもう美食じゃないね別に、まあ、南も北もじゃないですか、うん、あまあ本当にその1人1万円とか2万円とかどっちが美味しいですよ、はいはいはい、あでもまあ僕はちょっとフレンチよりもイタリアンとかの方が好きですかね。あ馴染みがあるのはこうイタリアンの方が馴染みがあるよね日本人ね、まあ、割とこうストレートにね、うん、食材の味をそのまま美味しくっていう感じなんで、はい、っていう感じですかね。あ、なるほど。タロさん、パリしか行ったことないんですね。パリしか行ったことないんですよ。え、モナコも行ったとして行ったことない。行ったことないですよ。モグリじゃないですか。モグリなんですよ。ポールリカールも南仏も行ったことないの。あ、でもタロさんがあのいつもパスポート盗まれてるバルセロナには近いから、雰囲気としてはあんな感じをイメージするといいと思うんですよ。あ、なるほどなるほど。あ、バルセロナの街ね。だからポールリカール行ってもやっぱりパスポート盗まれるじゃないですか。治安は決して良くないですからね、南仏とか行くとね。まあ、まあそんな感じでプロの優勝予想優勝予想ね、はい、優勝予想じゃですからね、うん、優勝予想じゃなくて優勝予想、はいはい、やめようかな。おい書き直す。やめよう。いや、まあ、まあしょうがない。優勝だ。ルル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 ル。いや難しいっていうか、もうどっちが勝ってもおかしくない、うん、同じだからそれでもどっちが勝ってもおかしくないから、とりあえずどっちも出しとくっていう感じになっちゃいますよね。いやだからほら、どっちもチームとしては二大体制だ。まあ、おかしいでしょこれ。え、そう、まあ、まあ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 、だってまあだってもうどっちもだって早いじゃないですか今や。まあ今やね、ストレートが早いよって言ったら、もう、まあ、今はストレートもこっちも早くなってきちゃってるから、うん、いうほどもう差がないから、どっちが勝つかはその時の運というか、ね、どれだけ車をちゃんとセットアップできるかっていうのと、あとまあ決勝の中でタイヤがちゃんと持つか、まあ、ちょっと本当にちょっとこのタイヤここの部分だけ持たなかったねのところで逆転されて、あとは結局差がないんで逆転されると、あとはずっとそのままいっちゃうみたいな、そういう感じになるんですよね。だからまあそれを予想しろと言われても本人たちも予想できないというかね、予想外の、この間オーストリアもそうですけど、うん、第一スティントあんなタイヤ垂れるとは思わなかったっ、うん、まあ、そこだけでほぼレース決まっちゃってるわけですから。あのこのコースは抜きやすい、抜きやすいです。まあまあストレートが長いので、長いストレートがありますから、うん、まあ、あの去年もね、かなりハミルトン対フェルスタッペンで2ストップ対1ストップみたいな、こう戦略の違いの戦いもできるんで、うん、まあ、そういう意味では本当にどっちに転ぶかっていう感じはしますけど、うん、まあ、戦略からもとこっち弱いですよね。まあコース特性としては低速、中速、高速コーナーそれぞれあるし、ある長いストレートもあるし、要するにまあオールラウンダーの車が求められるわけですよ。っていうことは、まあ、うん、どっちかというとスペインもそんな感じだったんで、うん、スペインで速かったのはこっちだったんですね。なるほど。ただまあどっちもまたシルバーストーンでもアップデートしてますし、うん、まあ、オーストリアとか見ても予選も決勝もどっちがどっちに転んでもおかしくないっていうね、うん、感じなんで、うん、まあちょっと前だったら長いストレートで有利な分レッドブルかなって言えたんですけど、はい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 、それも新しいリアウィング入れてからフェラーリかなりストレートも良くなってる、ね、リアウィング入れただけであんだけ変わっちゃうってすごいよね。まあ、かなり良くなってますよね、うん、だからまあ、ちょっとどっちがどっちとは言いづらいんですけど、はいはい、まあ、決定的な要素としては今回山本正史選手が行かないということで、正史選手行くとフェルスタッペン勝たないっていうことは、行かないってことは勝つっていうことじゃないかと、マックス敗北受け負い人の山本正史選手が行くのをやめたということは、まあまあ自他共に認めてるわけですね、公認なんで。ということはマックスが勝つんじゃないかというか、ここで勝っとかないとまた次山本選手来た時勝てないですから。なるほどなるほど。というわけで、まあ、太郎ノート的な扱いで言うと、ね、マックスが今回優勝と、はい、うん、山本ノートで勝手に作って持ってくる。マサノートマサノート対決現場に来るとスタンプをされますからね。そう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 。というわけでは今回とりあえずタッペンが勝つかな。あ、結局タッペンの方に、はい、ちゃう。なるほど、はい、と思ってます。なるほど、はい。そして角地予想、角地予想いっちゃいますか。はい、いっちゃいましょう。行っちゃう、本当に行かなくてもいいんじゃないですか。もうそうだね、やめとく。もう太郎さんだってもう角地知らない、どこの子みたいな、うん、あ、じゃあ僕もやめとこう。しょうがないね、でも行くしかないね。角地は、角地はフランスグランプリよ、フランスグランプリよ。そっち12ね。まあちょっとここ数戦より上だといいね。あ、まあ、これ前の使い回しなんですけどね。要するにこれ調子悪い時に出てくるやつですね。あ、でもガラチェンするんでしょ。
ガラチェンはするかどうか分かんないですよ、うん、まあだからちょっとこの数戦は苦しいレースがね続いてるんで、うん、っていうのはまあその車自体が、うんね、厳しい、うん、特に中高速攻のダウンフォース足りなくて厳しいっていうのがあるんですけど、うん、まあでフランスグランプリでアップデートするのであれば、うん、そこが対策できてるのであれば、うん、まあ頑張れるかな、でもそんなにいきなり良くなるとも思えないしなっていうところですかね。まあ、オールラウンダーのサーキット、うん、そういう車っていうことは、うんまあ、バルセロナね、ちょっと入賞はしましたよ、入賞したけど予選は相当苦しかったんで、うんまあ、ちょっと車がだいぶ良くならない限り、今回のアップデートで相当良くならない限りは、いきなりそのアルファタワリが中段の上位に来るっていうのは、うんまあ、ちょっと期待しない方がいい、あまあ、それで ね、期待してなくて、蓋開けたらめっちゃ良かったねの方がまだいいですから。うんまあ、去年もねちょっとその1コーナーで予選でやってしまいましたし、まあ、今あれだけ中段グループが激戦ってことは、まあ、もちろん予選で少しでも前っていうのも大事だけど、やっぱりその レースのペースがちゃんといいペースで走れる車がどうかってことは大事になってくる、ね、そうですね、まあ、もちろん予選でもなるべく前に行かなきゃいけないんだし、まあ僅差ってことはちょっとでも良ければ、うん、コンマ1秒でも早ければポジションとしては結構上がるかもしれないですけど、まあ、アルファタワリがじゃあいきなりそんないい車アップデートやれるかっていうといい車しようよいやできるんだったらもうとっくにアップデートできてると思うんで、いやもうみんなそのつもう視聴者の方はもうそのつもりでいるんだから、だって、うん、第4戦で入れてからずっとアップデートされてないんですよ、3ヶ月間パン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 アップデートできるチームだったらしてるでしょ、とっくにイギリスとかで、また角田が嫌いで草とか書かれちゃうよ別にだから角内のことは何も悪くは言ってないチームがって言ってるわけですよ、どっちかと擁護してるでしょ、まあだからその中ではね頑張って、いやだから車今のままだと12位無理ですよ、言っとくけど全然、あ確か確か、うん、アップデートは今だってもう普通に18位19位ぐらいなんですよ、9番目の車だもんね、ああ、うん、下手したら10番目ですよ、うんうん、だから本当にあそうか、うん、そうだ、後ろに誰もいないじゃん、うん、いないだ、後ろにいたら誰もいなかった、ラティフィーさんしかいないです、確かに確かに、ウィリアムズの古い方の車しかいない、チームラティフィーしかいなくなっちゃう、うん、本当に18位19位になっちゃうんで、うんまあ、その中で、まあ、車がどれだけ良くなるかっていうのと、うん、ドライバーとしてどれだけ頑張れるかっていうところで、うんうんうん、まあ、ガスリー地元でフランスなんでね、多分力入りすぎちゃうでしょうから、そうだね、そこでしっかり上にいる、うん、FP1 から上にいるっていうのをちゃんとできれば、うん、やっぱり角田だねっていう風になってきますから、ね、あなるほど、ちょっとここ数戦バタついてるじゃないですか、うん、ちょっと足元がね、うん、ふらついてるというか浮ついてるというか、うん、まあでもその前までは毎回結構角田君のが上にいてガスリーの方が焦ってる感じのレース、うん、そうだね、ちょっとね評価も上がってきたし、うん、明らかにガスリー選手がイラついてるのは分かったね、そうそうそう、焦ってる感じがありましたからね、うん、だからそこにまた戻れれば全然問題ないし、うん、まあ何やかんやで終わってみれば12位ぐらい、車が良くなくても12位、下手したらまあバルセロナの時みたいにうまいことレース展開していけば10位でフィニッシュしてポイント取れちゃったねみたいな展開も十分あるんで、うん、そのまあなんか焦らないレース、うん、レース週末全体焦らないってことやってほしいなと、なるほど、まあ、なんだったらちょっとモノコックも変えといてほしいなっていう、ね、チームね、なるほどね、ちょっと怪しいですからね、モノコックがね、ああそうなのね、車のポテンシャルを使い切ることと、まあ、レース週末ミスしないことと、うん、でチームの、ね、レース戦略がしっかりすることが、うんまあ、一番できないんですけどね、そうだねちょっとねそれがちゃんとできると、まあ、ここより上がね狙えるんじゃないかなという予想です、はい、なるほど、あ、落ちちゃった、はい、皆様のご要望にお答えいたしました、ガムさんのガスリー予想マイルピロンコーナー変わっちゃった、ガムさんのガスリー予想はおかしい、なんかバウンシングが、バウンシングがおかしい、おかしい、ガスリー急にバウンシングでは、参りまーす、じゃんじゃじゃーん、タロさんのガスリー予想はパパ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 じゃじゃーん、アップデートきたフェラーリ型ノーズにゼロポーツ、じゃじゃーん、お気楽さんなら8位、普通の人なら残らっしゃー、今回2パターン、はい、このアップデートで気分よくお気楽モードだともうスイスイ8位です、うん、でもなんかこうイライラしちゃって、ちょっと普通の人になってしまうと残念ながら
リタイアします。シーズン序盤ちょっとね、うん、角田君が早かった時こっちになってましたからね。そうだからこのアップデートでちゃんと輝きを取り戻せるのか、うん、意外に角っちがいい走りしちゃって、っそうするとドーマラが足しちゃうんだね。だから車がちょっと、うん、いいとこ取りで、うん、イエスノーでここで分かれてる感じですね。そうフェラーリノーズにゼロポット、うん、でもアップデート来たって書いちゃったからアップデート来なかったっていうこっちもある。ああそれもあるかもしれないね。そこで最初にまず分かれてる可能性がある。アップデート間に合いませんでした。なるほど、手拭いて手拭いて。先週末はね、国内無限さん勝ちましたから、まあ、それね、乗っかっていただいてコメントとか出したらいいね。僕がいたチームが勝って嬉しいよっつって。で今週末、お気楽さんのガスリーに出会えるのか、普通の人のガスリーに出会えるのかね、そちらにもちょっと注目して。そもそもアップデートに出会えない可能性が高いって書いたことによってやっぱり間に合わなかった。もうアップデート入れようよ、もうガラチェンジもう行こうよ。ハンガリー最終、前半戦の最後のレースギリギリ間に合いますっていう、うん、もうちょっともうあのもう節操ないガラチェンでね。オフスもサイドボードも変えられないんだ。そうなの。ノーズは少なくとも無理でしょ。あ、そうか、ノーズはそう、意外に買ってみる前に買っちゃいけないのか。側っていう問題じゃないんだ。わかんないですよ、めっちゃ変わってきたのかも。だから時間かかったのかもしれないです。なんかのクジラ側がどうもちょっとタラさん嫌いでね、ちょっと変えてほしい。嫌い。なんかシュッとしてほしい、シュッと。そうですね、なんかのぺーっとベターっと。そうなんかのぺーっと。回遊感みたいな感じですよね。そうそう、なんかこうフロント浮いてるんだ。ジンベエザメみたいな。そう。だからちょっとシュッとしてほしいんで、そこ変えてください。お願いします、トストさん。トストさんが指示すればいいですよ。ニューエさんがキュキュッと。そう。キュッとねってやればよかったね。そうだね、ニューエさんに頼めばよかったんだよね。でも一人のデザイナーが二つのチームやってもいいの。いいじゃないですか別に。あ、それはいいんだ。だってニューエさんだもん。ああ、ニューエさんだもんね。じゃあキュッキュッキュッってやってもらいましょう。はい、ということで、はい、頑張れガスリーということで。はい。はい、ということで、いや、プロの中断突破走、一応よ。はい。フランスといえば、じゃじゃーん、ジュナトップアロン掃除おじおじ。ちょっとコテコテに来ましたね。そうですね、うん、いやまあフランスのチームですから一応、まあ、一応ね一応じゃなくて、あれ会議室ごと来るのかな。会議室はもう来てないでしょ。、うん、みんなこう机持ってるからパドックにこう。そうですね、モーターホーム内にもすでにあるかもしれない。そう会議室。まあ、正直中段グループもめちゃめちゃタイトなんで、まあ、正直分からんっていう話なんですけど、はいはい、まあね、アルファロメオが来てもおかしくないし、ーハースが来てもおかしくないし、まあ、アルピーノ大体いつもどっちかしか来ないんですけどね。あ、前回もオーストリアもトラブル出てなければ、スタートできてれば全然アロージ早かったと思うんで、まあ、オコン実際中段トップになってますけど、アロージの方が早かったと思うんで、普通に行くとちょっと最近中段グループの中では結果は出てないんだけど、マシンのパフォーマンスとしてはアルピーノがちょっと抜けつつあるんですよね。もともとストレート重視っていうか、まあ、低速とストレートだよねっていうのが、まあ、かなり空力面のアップデートも進んできて、というかもうかなり他のチームに比べて積極的にアップデートやってるんで、まあ、逆に前半戦にこうバンバンやっていこうっていう今やり方だと思うんですけど、彼らは、まあ、空力性能かなり良くなってきて、コーナーも速くなってきてるんで、まあ、オールラウンダーのサーキットってなると、まあ、実際地元だからというわけじゃなく普通に速い、で、まあ、もちろんアロンソージも速いので、まあ、中南トップはここかなっていうか、まあ、トラブルもまあそろそろもうね、いいんじゃないのっていう、なんかアロンソージの方に割とトラブルたくさん出てるんで今年。あ、そうなんだ。まあ、そろそろ戻そうよっていうね、ところもあるし、まあ、オコンはやっぱり地元なんで力入りすぎるでしょうし。ああ、そういうことね。普通ね、あのプロストもそうですけど、フランス人ドライバーって地元でめっちゃ強いっていうのが結構あるんですけど、なんかオコンはそんな感じしないんですよね。なんかフランス人っぽくも何混ざってるんだっけ。あの半分スペイン系なんで彼は、はい、っていうのはありますけど、まあグロージャンもそうでしたけど、まあ、地元で結構やらかしがちみたいなね。ああ、なるほどね。まあ、そんな中でアロン・ソージがベテランらしく、まあ、この間ね、角田君にこうやってましたし、今度はじゃあ自分がね、こうじゃなくていいところ見せないと確かに。角田君が仕返ししてた。逆に。やりよるな、あいつって。そう、入っていくぐらいアルファ通りの力があればいいですけどね。大体抜かれる方ですからね。まあ、ちょっと
アロンソ氏が頑張ってほしいなっていうのを含めて、なるほど、地元でね、はい、太郎さんの、中断突破予想に参る。どどん、太郎さんの中断突破予想は、どどん、待ってたよ、待ってたよ、じゃじゃーん、じゃじゃーん、じゃじゃーん、皆さんお待たせしました。じゃじゃーん、ただいま帰ってまいりました。ノリノリノリスでーす。ノリスが帰ってきましたよ。もう中断帰ってこないんでしょうね。抜かれたということが。もう中断トップですよ。これは誰なんですか。あら、パッてなんですか。2023パッてなんですか。3番のはずが、なんか後ろにいる車がちょっと違いますよこれ、うん、NTT データって書いてありますよ。NTT データあれあれおかしいなぁ。2023 23シート変わっちゃった。来年ちょっとチームメイトが変わるかもしれないんで、ね、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちゃんとご挨拶されてますよ、皆さん。よろしくお願いします。礼儀正しいです。こんなところでも撃墜していくんですよ。フランスグランプリでリカルト残留発表。まあまあそれはそれでね、まあでもちょっとあの今ね、まあ、話題で、まあ、望んでる方も結構いらっしゃるんじゃないかな。だから書かないで、ね、望んでだったからそっとしててくれたらよかったのに書かれちゃったから書かれなくなった。マクラーレにも来ないかもしれない。なくなっちゃった。テストすらなくなっちゃうかもしれない。まあそうなったらちょっと改めて謝ります。、うん、ちょっとえぐいからね。そうなったらねちょっとえぐいってなっちゃうんでね、うん、まあまあ、 あのとはいえあのそろそろもうなんかもう F1 界からいたっていうノリスが早いっていうことがもう忘れられかけちゃってるんでしょ、うんうん、全然最近ノリノリノリスって言ってないもん、ね、そうちょやばいから全然乗れてないもんだって。そう、うん、だからちょっとここは太郎さんがしっかりと、まあ、ノリスが乗れてないわけじゃなくて車が中断悪いわけじゃないんだけど、なんかここっていうこう尖ったところがないんですよね。だからオーストリアでも予選はイマイチだったんだけど決勝終わってみればダブル入賞してるんですよ。ハースダブル入賞でみんな騒いでるけどマクラーレンだってダブル入賞してるんですよちゃんと。そうだっけ、うん、だけど地味でしょ。尖ってないんです。で中断トップでもないから目立ってないんですよ。でもダブル入賞こっちの人が前だったんでしょ。まあ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 トラックリミット違反なければもうちょっとノリスの上でフィニッシュできた。ああそうなんだ、ね、まあだから、まあ、ちょっとそこで、うん、でもこれなんかエンジンブローしてんじゃないですか。いやいやもうエンジンブローじゃないですか。シュシュ行くぜ。ストレートが長いサーキットでブロー。言われてみれば確かに何の特徴もなく車も書いてるんですよ。ねっでも特徴がないんですよ。なんか色もなんか毎回違ってるよ、ね、これはよく出たらアルファタオリーじゃないですか。確かに。あれガスリーはもう残留発表されたから、うん、わこれは大変だ。どうしたらあれあじゃあストンチの残留発表なんだ。ああそういうことだね。そう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 。フランスで残留発表だ、うんまあ、ということでちょっとあの、中断トップはねノリノリノリスが話題を重ねていきましょうという、はい、そういう予想でございます。はい、というわけで、プロの注目ポイントちょっと、はい、トロクルミット祭りだダルーダルーダルーって感じだね。トロクルミット祭りねまたねなるんじゃないかと。まあオーストリアがこの間ね、うん、あのレースコントロールとスチュワードがあの一貫性持たせろって言われたから、じゃあ一貫性持たせますよ、うん、白線ねって言って全員白線超えた瞬間トロクルミットねって言って取ったらもう何60何回とかになっちゃうっていうね。F2 なんかの2回トラックリミット、うん、要するに4回目で5秒加算になるんですけど、はいはい、もう5回目やっちゃって10秒加算の人がいっぱい出てきちゃうぐらい。ああそうなんだ。ああそれで最後なんかもうブラックアンドホワイトでさらにもう1回もう1回ってやっちゃうっていうね、もう祭り状態でしたけど、うん、だからポルシェカップなんか途中で諦めましたからね予選。ああそうなんだ。全部後で見直しますっていうその場でも判断できなくなっちゃった。みんなバンバン超えるもんだからっていうことが、まあ、ポール・リカールはもともとねしましまで、うんどこ走ってもいい感じがする。ドライバーだってあれ実は分かってないでしょ自分がどこ走ってるか。ゲ
ゲームだとなんかどこでも行けそうだね。行ける行ける行ける感じがしちゃうんですけど、水色と赤のそのしましまね。まああそこしましまな部分がかなりザラザラなんで、うん、赤のとことか行っちゃうともうタイヤボロボロになりますからね。なんか走ってて、あなんかちょっと疲れたなーなんてコキコキなんてやってたり、ま、うん、っすぐ行っちゃった。そう、あれもう自分がどこ走るか分かんないみたいな。なんかみんな上手に走るなーと思って。なので、まあ、トラックリミットはね、カットしやすそうで、はいはい、うん、トラックリミット祭りになるんじゃないかと、うん、まあ、去年まではね、マシさんが言いように、うん、ここは取らないよみたいな、うん、ここだけ取るよみたいな風にしてたんで、うん、今年みたいに全部白線から越えた瞬間トラックリミットだよってなると、うん、ポール・リカールはトラックリミット祭りになるんじゃないかと言われてますが、まあ、僕は意外とならないんじゃないかと思ってます。だから4輪が全部出たらダメでしょ。そうです、うん、ちょっとでも白線かかってればいいんですけど、ちょっとでも踏んでればいいでしょ。でもそこまでもいかないと僕は思ってます。あ、そうなんだ。はっきり言うとポール・リカールって意外とはみ出ないです。あ、そうなんだ、うん、本当に白線しかないとはみ出るんですけど、だいたい縁石がしっかりあるって、うんうん、縁石ってこれ結構高いんですよ。しかもちょっと古臭いの。あ、なるほど。2段目の縁石がで、はいはい、ボコ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 ってかなりデコボコしてる、デコボコが大きいんで、うん、こんなとこ乗ったら逆にタイムロスなんですよ。あ、だからみんなこの2段目のボコボコにカンボコには乗らないんですよ。乗りたくない、うんうん、で特に今年の車車高低いから、あ、じゃあ乗ると多分ガリガリガリってなっちゃうから基本乗らないんですよ。でどうしてもはみ出ちゃうところが、まあ、いくつか出そうなところあるんですけど、うん、まあ、6コーナーの出口とか、まあ、それくらいかなっていう感じです。そんなにあのいろんなとこ出るようなコースでは実はないんですよ、ね。ああ、そうなんだ、うん。まあもちろんドライバーどこ走ってるか分かってます。あのちょっとまあ攻めすぎて本当にはみ出ちゃうことはあるけど、うん、基本的にははみ出てもタイムゲインしないので。ああ、なるほど、うん。だからそんなにトラックリミットは問題にならないんじゃないかなと僕は思ってますが、まあ祭りになったらなったで面白いかなと。なるほど、なるほど。いう気もします。うん、はい、それではトロさんの注目ポイントに参る。トロさんのポールリカール注目ポイント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 いっちゃうよ。じゃじゃんじゃじゃんじゃじゃん。トロさんの注目ポイントは本当に覚醒したのか、答え合わせだよ。みまあ、覚醒したって言ってるのはタロさんだけなんですけど、いや結構大勢の人が、ね、うん、走りが変わったとか言ってますよね。いやもう変わりましたよ。タロさん合図で行くともう別人です。節穴の目で見ても変わってると。そう、それぐらい変わっているのか、それとも全然変わってないけどそう見えてるだけなのか、うん、まあだから今回もいい走りをすればもうこいつ止められねえなって、もう止められない止められないですよ、うん、まあ、止められないって言ってもあれですよ、別にロマンチックが、うんまあ、いきなり表彰で上がるとか赤い髪のメガネの人がそうそういうことじゃなくて、うん、まあ、入賞の常連になる。あ、まあ、もともとね、そのポジションにはいますから、うん、車的には、うん、もう常に常に入賞、うん、行けたはずだったのにね、うん、ノート書かれちゃったからまあまあでもなんか打ち破りそうな、だから覚醒し打ち破るってたらもう覚醒だから、うんうん、普通の人じゃない。もう普通の人じゃないくなっちゃうから、うん、もうそうするともう止められないですよ。まあ相方の先輩の方はね、まあ、やらかしちゃうんで、うん、安定感がないんで。まあでもこの人はあの もともと、ね、安定感はすごいある人だから。家庭が死ぬほど安定してますから、ね。そう。だからもうこれで常にトップ10に入るって安定を手に入れちゃったら、うん、なんかもう必ずこの人がいるってなると、やっぱり一台入賞できない。お前のせいで俺入賞できなくなったじゃねえかよっていうクレームが入る。自動6位とか自動7位ぐらいのところに。そうすると、ね、だってもう3強でこの人がいたらもうあと3台しか入賞できない。確かに、うん、でも中段トップに来るわけじゃないっていうね。そうそこまではそこまではちょっとさすが太郎さんも言いますじゃあ3強6台プラス中段トップとミックがいるからもう残り2台しかないですよ、うん、優勝枠が。そうかそうだここはもう激しいね。激しいですね。激しいね。だからちょっとそこにねちょっとぜひ注目していただいて、うん、まだ高校のチームはデートしてないんだよ。そうですね、まあ、ちょろっとはしてますけどね。ちょろっとハンバリーに入るって迷うよね。だから下手にやってそれで遅くなっても困っちゃうしいや、まあ、ハンガリーには間に合わせると小松さんは言ってましたよ。言ってた、うん、じゃあそういうことでね、はい、じゃあポール・リカールでガッツリぶつけてこのまま渡りましょう、うん去年も早かった、実際早かったですよ、はい、去年ポール・リカールで あの車でも Q2 行ける速さがあったんです、うん、ミックス選手は。そうなんだ。へー、まあ、オールラウンダー本当にあの車でくねくね曲がり、うん
個もサーキットなんで、うん、その中でドライバーの腕で何とかしてた部分もあったと思うし、なるほど、まあ、結果的には最後攻めすぎてクラッシュしたんですけ ど、 なるほど、いやもうあの覚醒してるんでクラッシュしないです。そうですか、もうクラッシャーとは呼ばせないですよ、うん、これだったら連戦のことでクラッシュしたらもうまたもう怒られるじゃん小松さんに、うんうん、まあ、でもクラッシュしないって太郎さんが言っちゃったからね。まあまあでもぜひ注目していきましょう。はい、はい、もうその時間ですか。なんかトリコロールになってきた。お待たせいたしました。待ってないです。もし間に合わないのであればもう終わってしまう。お待たせいたしました皆さん。もうあの待ってなかった人はもう止めてくださいね。もうコメントかわざわざ書かなくてもう止めてね、はい、もうスキップもやらない、止めてください。閉じる、うん、広告だけ見てから閉じる。広告だけ見て閉じてください。はい、それではお待たせの太郎さんの郵送よそドゥ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 待ってない。ユースラジオはじゃーん、じゃーん、じゃーん、お待たせしました。みんな待ってたでしょ。シャーピオンジオールイ、そして2位にはシャープ63ジョージメルセデス、ワン、ツー、ワン、ツー。結果切れた。危ない危ない。復活しかけたところで激髄していくパターンですね。いやいやいや、もうワン、ツーいただきましたよ、もう。せっかく復活の兆しが見えてきたのに、ここでサクッと撃墜されるんですね。恐ろしいですね、やっぱり。もうどっちかじゃないですよ、もうワン、ツーで来ちゃう。どっちかじゃない、どっちもだって。ワンツーですよ。もうワンツーで撃墜だ。えぐいな。まあまあここでね、やっぱしっかり、やっぱここはもう44番がもうここでしっかりと実力を。ただ44番からするとちょっとこの人がビタッと来るとはちょっと思ってなかったっていうね。あ、まあそれでも決めるとこ決めるのはやっぱハミルトン、ね、そうそう、抜けないですから。うん、まあ迷うよね、抜いていいのかなみたいな。いや迷わないでしょ。そこはでもフェラーリと違うからね、ちゃんとポジションキープとか、そういうね、チームのためにってなるでしょう、ね、そう、そこはそう優等生じゃないですか、うん、だからちょっと今回は44番、はい、うん、まあね、車的にはだんだん良くなってきてて、実際イギリスもレースペースでいうともうフェラーリとほぼ同等だったんで、うん、勝っててもおかしくなかった、セーフティーカーが出てなければ。あ、そうなの。レッドブルリンクはちょっと決勝のペースは良くなかったんですけど、うん、まあ、金曜日の予選でクラッシュしちゃったんで、うん、まあそれこそフロアなんて、あのハミルトンのフロントと、ラッセルのリアとみたいな、それぞれ2個1で新しいの1個作ったぐらい無理やり間に合わせたんで、なるほど、まあ、全然その車としては万全な状態じゃなくてもあそこまで戦えたっていうのあるんで、うん、本当車のパフォーマンスとしてはあのフラットなポール・リカールは、うん、メルセデス結構強いと思うんですけど、おまたアロノートに書かれてしまったのでなくなったんだなというふうに、そう、うん、まあ、僕もだから優勝予想をちょっとメルセデスを絡めようかなと思ったぐらい、うん、しかもハミルトン今回 F1 300戦目ですよ。あ、節目じゃないですか。節目のレースで撃墜されたんですから、スタートできず、だからスタートできなかった場合300戦目とカウントされないので次のハンガリーが300戦目になりますよ。DNS っていう、うん、みんな忘れてたでしょ、この人たちがいたことを。うん、これがもうガンガン来ますよ、もう常にワンツーで来るからね。うん、まあまあということで、ちょっともう目が離、この週末は本当皆さん目が離せませんから、いつ撃墜されるのか目が離せないですね。ここまで激しく書かれると、あのしっかりその瞬間をね、どんな風に撃墜されるのか、はい、その瞬間を目に焼き付けていただければと思います。はい、メルセデスおめでとうございます。ついにジョージの完走記録も途絶えてしまう。完走記録はいつだと。この間、ね、途絶えちゃったけどね、うん。まあまあそういうことで、はい、何かおまけじゃない、何か締めの言葉ありますか。いや特にないですよ。特にないですか。はい、あまりの衝撃に言葉を失っている、何と言っていいかわからないよ、一体何が起きたのかわからないよっていう言葉がまた出るんだろうな。前回まであんなに早かったのに今回は何が起きたのか全くわからないよっていうかもしれないね。またバウンシングに悩まされているんだ、跳ねないはずが、こんなフラットなサーキットなのに、どえらい跳ねちゃってる、また振り出しに戻ってしまった、何が起きたのかわからないよ。まあでも今週末は本当に面白い
はい、うん、まあまあ、あの最近面白いんだけど、うんうん、本当面白いんだけど、もうさらに面白い。まあまあ去年もね、すごい面白かったですからね、うん、メルセデス対レッドブルの2ストップ対1ストップみたいなね、うん、これで三強時代がやってきますから。お、はい、皆さんね、本当に本当に楽しみに見ていただければと思います。はい、はい、ということで、フランス大会ポール・リカールへメルセデス復活劇、その瞬間を皆さん、ね、その目でご覧いただければと思います。はい、それでは皆さん、ポール・リカールへいってらっしゃー。